2024-25シーズンのセリエが先週開幕しました開幕節では王者インテルやミラン、ローマが隠した相手に引き分けナポリが敗れるという波乱の展開となりました一方でユベントス、アタランタ、ラチオは白星スタートを切り順調な立ち上がりを見せています迎える第二節ではセリエデビュー戦で素晴らしいパフォーマンスを見せたパルマの GK 鈴木綾也ややが名門ミランと対戦します鈴木あやつや選手は フィオレンティーナとの開幕戦1-1で安定したセービングと先制点に繋がるフィードを見せるなど、攻守にわたって活躍しました。現地メディアでは、開幕節のベスト11にも選出されるなど、上場のデビューを果たしました。次の対戦相手であるミランはさらに厳しい相手ですが、鈴木選手がその良いインパクトを持続できるかが注目されます。対するミランは、鳥の戦で終盤に2ゴールを決めて、過労死てドローに持ち込む結果となりました。 ホーム開幕戦でのドローと本世界セカ監督の初陣は厳しいものでしたデビュー戦でゴールを決めた FW アルバロ・モラタが負傷で欠場する見込みですが代役の FW エリクオ・カホーがチームに折りをもたらすことができるかが鍵となります一方インテルはナンショル類ジ・フェラリスでジェノア相手に引き分けスタートとなり次節ではレッチェをホームに向かいます AFW マルクスグラムがドッピエッタを決め一時は逆転に成功しましたが 追加タイムに PK を与えて失点しドロー発進となりました次節のアタランタ戦を前に格下レッチ相手にしっかりと初勝利をあげたいところですナポリは移籍濃厚な FW ビクタオシム編が欠場し開幕節ではベローナ戦でゼロサンの完敗という波乱のスタートとなりましたコンテ体制のウィンが散々な結果となった中ハーフタイムで負傷交代した FW クワラツヘリアが 今フシボローニャ戦での選抜が予想されています FW サムエルザークチーや DF ニコラスカラフヨオ,オリの対談で弱体化したボローニャ相手にホームで敗れるようであればチーム崩壊の危機が早々に訪れる可能性がありますナポリとは対照的にモッタタイセイジンでコースタートを切ったユベントスはナポリに解消したベローナと対戦しますユベントスは昇格組のコモ相手に干渉スタートを切りましたが 上場のデビューを果たした MF ケフラン・クラムが不勝離脱したのは板手ですコモ戦でベンチスタートだった同じく新戦力の MF ドーグラス・ルイスの活躍に期待が寄せられます低調な前半が響き、カリアリ相手にゴールレスドローに終わったローマはエンポリと対戦しますラリーが得点王の FW ルーカス・ドフビクはまだチームにフィットしていない感じがありますが移籍後初ゴールを決めてチームを勝利に導けるかが注目です